クライナに派兵された北朝鮮の暴風軍団の実態。北朝鮮の大陸派兵をめぐっては、さまざまな情報が飛び交っている。すでに北朝鮮から少なくとも3000人がロシア極東に到着して、軍事基地で適応訓練を受けているというのが、韓国及び米国の情報だが、数日前24日のウクライナ国防省情報総局は、ウクライナが占領したロシア西部クルスク州で、北朝鮮兵士の存在が確認されたと発表している。その一方で、ゼレンスキー大統領は、25日の通信アプリ、テレグラムでロシアに派遣された北朝鮮兵が、27日から28日の間に、ウクライナとの戦闘地域に投入されることが予想されると投稿していた。また、派兵された人数についても、韓国の情報機関、国家情報院は、12月には1万2000人に達すると予測しているが、ウクライナ側はすでに約1万2000人の北朝鮮兵がロシアに派遣されていると主張している。しかし、派遣された部隊については、暴風軍団と呼ばれる特殊作戦部隊であるという点で、ウクライナ情報当局も韓国情報当局も見解が一致している。しかし、どうやって確認したのか、その根拠については示されていない。韓国のキム・リョンヒョン国防長官は、野党からの情報の出どころについて聞かれると、明らかにすることはできないと述べていたが、24日の国会国防委員会の国政監査では、ロシアに派遣された北朝鮮兵について、10代から20代と若いことから、どうやら派兵ではなく傭兵であるかもしれないと述べていた。それもロシア軍の統制下で、何の作戦権限もなく言われるまま動いているだけで、弾よけの雇い兵との認識を示していた。派兵された兵士が新兵、一兵卒ならば、ウクライナにとってはそれほどの脅威とはならない。身の安全と衣食住を保障すれば、ウクライナ軍の投降呼びかけに応じる兵士もぞろぞろと出てくるかもしれない。しかし、特殊作戦軍の核である正真正銘の暴風軍団の精鋭部隊ならば、話は別だ。国家への忠誠心は高く、精神的に武装され、かつ肉体的に強靭で、狙撃からテコンドーまで武術にも長けており、食料の配給を含め特別待遇を受けているからである。最高司令官の命令があれば爆弾を抱えて敵地に飛び込んでいくことも辞さないと、精神武装されている彼らにとって投降は即死を意味する。特殊作戦軍はパク・チョンヒ政権時代の1968年にパク大統領の艦艇青瓦台の襲撃を企てた124部隊が母体となっている。フィクションではあるが、韓国映画シュリやシルミドを見れば、北朝鮮の戦闘員の精神力が桁外れであることがわかる。古くは米軍がベトナム戦争で北朝鮮の北ベトナムへの派兵で、同じくイスラエルが第4次中東戦争で北朝鮮のエジプトへの派兵で苦戦したように、ウクライナ軍は苦戦を強いられ、相当の犠牲者を出すことになるかもしれない。暴風軍団の戦闘員がクルスク前線に投入されるようなことになれば、最悪の場合、ウクライナ軍は占拠地からの撤退を余儀なくされるかもしれない。現実の世界では、北朝鮮の特殊部隊の存在が広く知れ渡ったのは、チョンドファン大統領を狙った1983年のラングーン暗殺未遂事件だが、2016年11月には、キム総書記の立ち会いの下で、韓国大統領府青瓦台への奇襲攻撃訓練が行われていた。北朝鮮は訓練模様を映像で3分間流していたが、映像にはパク・クネ大統領の似顔絵を標的にした射撃場面が映し出されていた。また2017年8月に、キム総書記は特殊作戦部隊の対象物打撃競技を参観していたことがあるが、この訓練は黄海海上の境界線上にある韓国が実効支配する延平島などに仮装した島を占領する訓練であった。特殊作戦部隊は
飛行隊と砲兵隊と連携し、水上、水中、空中から浸透し、島にある敵の目標物を襲撃、破壊し、島を占領していた。直近では9月11日と10月2日に、特殊作戦部隊の訓練基地で、さまざまな特殊作戦旅団戦闘員らが、金総書記の前で訓練を披露していたが、朝鮮中央通信によると、戦闘員らは金総書記が望む国権守護、国益志士の先兵との自覚を持って、いかなる戦闘任務が与えられても、徹底的に完璧に成し遂げる猛将として準備していくことを誓っていた。共同通信によると、朝鮮人民軍総参謀部の金四北副総参謀長が、北朝鮮軍部隊の統括役としてロシアに入国したとのことだが、金副総参謀長は、2017年8月の特殊作戦部隊の対象物打撃協議で、特殊作戦軍の前身である第11軍団団長としてこの協議を指揮していた。金副総参謀長は今年3月に行われた西部地区主要作戦訓練基地での実動訓練から頭角を現し、先月は民軍特殊作戦武力訓練11日と新型戦術弾道ミサイルの試射、そして今月も西部地区特殊作戦部隊訓練2日と、古新宇砲兵総合軍艦学校卒業生の砲実弾射撃訓練6日に立ち会っていた。北朝鮮軍の参戦はウクライナ戦争の様相を一変させるかもしれない。ぶつかる激レア可変翼戦闘機が驚愕の飛行、ウクライナ空軍が動画で公開。今や少なくなった可変交代翼の戦闘機。ウクライナ空軍は2024年10月16日、SU-24 戦闘機が地面すれすれで超低空飛行する動画を公開しました。動画では SU-24 が滑走路に接触しそうなほど低い高度で畑の上を飛行し、途中で機体を傾けて飛び去る様子が収められています。なお、ウクライナ空軍によると、この機体は SU-24MR とのことなので、偵察機タイプになります。SU-24 は旧ソ連時代に開発された戦闘爆撃機で、並列複座の双発エンジン、主翼が可動式の可変交代翼なのが特徴です。ウクライナ空軍では原型の戦闘爆撃機タイプ、SU-24M と合わせて14機ほどが運用されている模様です。戦闘によって損失も発生していると見られますが、ウクライナ空軍はしばしば SNS で MiG-29 戦闘機や SU-27 戦闘機などの派手な飛行シーンを公開し、航空戦力の健在ぶりをアピールしています。スホイ戦闘爆撃機の系譜は1960年頃に登場した SU-7 フィッターが始まりです。1950年代末、米軍の戦闘機は戦術核攻撃可能になっていたので、ソ連も対抗して SU-7 を核攻撃機化しました。もともと迎撃機でしたが、比較的大型だったのと、 F-104 並みに超低空で高速飛行可能だったからです。 SU-7 の離着陸距離短縮のため外翼のみ可変翼化したのが SU-17 で、1970年頃登場。順次改良を重ね、性能と攻撃力を向上しつつ、1980年代まで生産が続きました。単発の SU-17 と同じエンジン総発で、さらに大型化したのが SU-24 で、1970年代後半に登場しました。機種に大型レーダーを積み、複座化して全天候攻撃機となり、航続距離も拡大しました。2000年代までは空自がスクランブル発進で SU-24 を目撃することもあり、超低空核攻撃の脅威として扱われていました。北朝鮮兵にビラ配布計画、ウクライナ脱北の好機。ウクライナ国防省情報総局は、ロシアに派遣された北朝鮮兵がウクライナとの戦闘に投入されれば、
前線で朝鮮語のビラを配布して積極的に投降を促す方針だ。共同通信の取材に27日までに明らかにした。人道的な捕虜の扱いを保障し戦意を喪失させる狙いだ。情報総局で捕虜の取り扱いを担当するマトビヤンコ報道官は、北朝鮮兵が独裁体制の抑圧下にあり、兵士にとって派遣は母国から逃れる好機とも捉えられると分析。戦闘参加中の戦争犯罪の有無などを調べる必要はあるが、ロシアとの戦争終結後に脱北者として保護する余地もあるとの見解を示した。情報総局はロシアが侵攻した2022年からロシア兵に向けて投降の相談窓口を設けている。電話や通信アプリで連絡を受け、ロシア軍部隊からの脱出経路を案内してきた。北朝鮮兵がスマートフォンを所持しておらず、ウクライナ側への接触が難しい可能性はあるが、マトビヤンコ氏はロシア軍から通信機器が支給されている可能性もあると指摘する。ビラも使って部隊を離れる決断を後押しする。